っと話しな、入って。お邪魔します。あ、適当に。うん、徳ちゃんお団子持ってきたし、え、食べて。ええの。うん、ありがとう。うん、あ、うまそう。みたらし団子。あ、お茶で、お茶しかないわ。ありがとう。これ干して。座っとけ。洗濯二つ使って。もう実はな、子供できたよ。ほんまに？え3ヶ月目、双子やって。双子、うん、いえ、おめでとう。ありがとう、うん、そんでな、リレーと一緒に大阪戻ろう思うね。芸人としてやっていく自信もうないねん。あかんか。すまん。いや、お前のせいだけじゃない。いや、すまん。大阪もうって何やんの？携帯ショップの店員、ゆれの親父さんとこで雇ってもらおう思って。そっか、頑張れよ。うん、
んでな、徳ちゃん、うちら席入れようと思ってね。そうか。生まれてくる子供たちが俺らの背中押してくれてる思う。徳ちゃん、証人になってくれへん？俺でええの？当たり前やろ、お前以外に誰おんねん。さあ